すごい、ボリュームがすごいあるな、このゲームは。プレステ2のゲームはすごいよな。衝撃反射覚えたいっすね。トラアイ。配信はでも残しとくか。なんだかんだで出るときは出るしな。ただ、後天の配信の方が使い勝手はいい。行こう。誰こいつ、アルシエル。怖え、なんだこいつ。超強そうなんだけど、もうクールです。もうクールです。回してどうしようか。あ、気合い、とりあえず気合い入れとけ。ザンとか入るのか、一応やってみる。通るけど安いな。いきなりでくんだ。風波。あ、コックです。こいつ2ターン制なの。殴ってみる。ああ、打撃は通るな、普通に。いちいち沈むなよ、めんどくせえな。いずれじゃねえかよ。ほら、会心。よし、殴っていいよ、殴っていいよ、こいつは。回して、どうしようかな。絶対ルール一応やってみ。あ、あっと、危ねえ。おったね、回復。危ねえ危ねえ。はい、使うよね。 5? スカーハから吸うね。イラッです。ここやるか。絶対入れる。そんな何回もこんねかさせる。それ逃げる。え、おい、やばいな今のやつ、やばいな今のやつ。1にするのか。イービルアイの強い版だ。ほら、こいつ強えな。ラブラブティアラハン、強えじゃねえかよ。こうなんかね、なかなかこんねえんだよなこれな。回して、これ一回ガルダ回復しとけ。今のやつもう一回やられたらやばいな。こいつ強えわ。
氷待ち。スカーシションも回復だな。気合い。なんか使い方間違ってる気するけど。話しかける絶対無理だろこいつ。烈風波、烈風拳ですな。回してあ、やべえな。配信出た、いいね。回して殴る。それならいいんだよな、まだな。全然凍んねえな。氷待ちはやっぱな、なかなかな。気合い回して殴る。来た、やるぞ。またよし、耐えた。ポックブレスのおかげだろうな、うん。2ヒットした。回す、殴る、回す。ガーどうしよっかな。9マ、いや、なんかボスは強なそうな気がする。前逆剥ぎにやった時1だったかな。70とか回復する。出た、クブレズの大事さを改めて実感したわ今。スカー作っといてよかったなマジで。メディアルハン超大事。回して殴る。絶対もう一回凍れん。お前は凍らんか。回してなくなってきたな。ほら氷待ち。チャクラドロップやっぱあれか、全体的な魔力が上がるとなんかそれ相応の回復量になるっていう感じだよね、おそらく。気合い、あ、スクカジャやっとくか。一応そうだ、スクカジャもやっとこう。殴る、カンキカンキカンキカン。スクカジャ回してメディアラハン、回して殴って、でサブラドロップ77。あー来た、よし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 、いいよいいよ。
これだ、俺はこの瞬間を待っちゃった。つくかじゃ、でかじゃ、やられそうだけど、絶対コーランですわ。気合やったっけ。じゃあ殴る。しかも会心だ。もう一回すっかじゃ。んでガルーダ回復だろこれ。かわせ、かわせないっぽいね。当たんねえよ。もう完全体だと当たるわけねえだろ。いやーごめん嘘。いつもなんか綱渡り状態だなマジでこの戦い。よし、殴る。よし、あー9枚いけんのか。1回やってみる。28、あー大したことねえな。こいつ体力どんぐらいあんの。やばいな。もうちょっと殴るか。あ、気合だったな。うん、そしてチャックドロー結構使ってんな。まあでもはしょうがない。回して殴る、回して殴る。来たぞ。いや強えなこれ。でかい。当たった。全然でも当たんねえなマジで。綱渡りでした。スッカじゃ大事だな。ドグイッカかストーンハント。俺石の類宝石とかも入るのかな。でも俺別にいねえかな。毒引っかき超ダメ。これいらねえな。説得。はい、そうっすか。ありがとうございます。あ、やった、売ります。うん。強かった。いやでも1回で勝てるとは思わなかった。いやー強かったずら。1回セーブして、うん、いやもうちょい探索してないとこがある。セーブして、この BGM かっこいいな。これサントラ入ってたっけこの BGM。 ボス強かったっす。綱渡り綱渡り。やっぱフォックブレス大事だこのゲーム。あとスクカジャも大事。2段階スクカジャってないのかな。マタドールしか持ってないのかな。やっぱ赤のカポーテ最強説あれでもいいな。うん、こっから上に戻れますよってことか。
行ってないとこがあるでしょ。もう一個床にひび入ってるとこがあったはず。ここか、左の奥か。いや強かった。ん、いいよ。あ、ありがとうございます。うん、一番右の一番奥。ちょっと待ってください。オッケー、すいません、ちょっとアクシデンツ入っちゃったかな、音。では行くぞ。うんうん。おお、これ逆か。ちょっと一旦切ります。相馬だ。よし、売ろう。出て、あ、どうすんだっけ。あ、もういいや、もう使おう。あ、めんどくせえ。まあ、20もあるしな。うん、あとはもうないかな。うん、こっちか。あれ違った、どっちだよ。こっちか。早くスカーハ師匠をあげたいね。うん、そこはボス、あ、ボスと戦ったとこから行けんのか。あれあれ、あ、これちょっと待って、めんどくせえ。絶対レード通んなかったな、さっき。さあ、やっぱあれだな、具足あると違うね。うん、テトラで貼っとけ。こいつのネギ度が結構200ぐらい食らうんだよね、万能で。いいね。あ、逃げられちゃった。よいよい、ほら。スカーハシショもうちょいで上がるね。月王子にチャクラドロップはもう結構使っていくスタイルで。あれ、あ、上からっていうことになるのかな。ボスと戦ったとこ、あれどっから降りたんだっけ。こっちか。あれが気になってしょうがない。うん、右、うい、砲撃、オッケー。よし、じゃあ上行くか。行く前に一回セーブしとこ。怖え、パンツが仲間になんないかな。パンツ仲間にしたいんですけどね。いや、ザーンは通らねえ。ニュンドーン。強いね。ほら、こいつも硬えの。敵カバリが結構厄介。
炎、豪華打ってもな、微妙なんだよな。微妙だ。とりあえずパンチ一体にしよう。いや、四季王子強えな、やっぱ四季王子強えわ。パンツを追い詰める。ほらちょっとチュルチュルしてみよう。チュルチュルしてじわじわ行こう、うん、じわじわ行ったら、あの仲間にしてくれが出るかもしれない。スカーハッシュショーお願いします。ちょっと待って、これ直しとけ。あれこれじゃなかったっけ。あれ、あ、ディスクローズか。何やってんだ、うん、師匠。じゃあチュル作戦でいく。これ少しずつ削ってって仲間にしてくれって言うまで待つ。まあ、ないだろうな。もうワンチャン、ワンチャン。またかかっちゃった。待てって。待てって。パンツを仲間にしたいんだ、俺は。チュルチュル。あ、スカッシュじゃ上がりましたね。ロアが次で上がるか。次っつうか、まあそろそろ可愛いんだがマジで。なんだこの人。スカッシュなんかふわふわしてる。うん、一応セーブ。なんかその辺でのたれ死にそうな気がするから。このままターミナルに戻ってもいいけど、せっかくあるから登っていきましょう、うん、でボス倒してから多分30分ぐらい宝箱1個で。よし、いやー今日が仕事休みでよかったわ。あと2体か、あんな感じのがあと2体か。チャクラドロップ買い占めとこう。やっぱ大事だな、チャクラドロップ超大事。いいっす。この BGM 超かっこよかったな。うん、あと2体ね。もう流れてますな。はいはい、なんこれ。うん、あ、あっち側まだ、あ、あんま何もなかったんだっけ、あっちは。ふぅ、ばあちゃん殴っとけ。これ何属性、浜属性。ほい、うん、多分、あ、あり余ってる。魔石ってでも地味に傷薬なんかよりは、傷薬なんかもう序盤も序盤だよな。50しか回復しねえし。よいしょ、殴っとけ。オペラもなんかチュルチュル作戦でいくと仲間になるんだよ。ちょっと回す。よし、じゃあチュルチュルするか。オッケーオッケー。79めっちゃすん、あ、逃げられた。
あ、ドミニオンじゃないか。ドミニオン出てきよるか。あ、やべ。吸っとけ。回して一回交渉してみよう。うい、はい、はいはい、ゴミクズだなこいつマジで。最悪だあいつ。ああいう手合いが一番ムカつくわ。こじき野郎じゃねえかマジで。あ、スパルーナ3つくかじゃ。あ、2回だった。いや3入ったね。当たんねえよな、なかなかこれは。え、どうしよう、かわされる。うん、いいや、これやっとけ。というわけでこんな時のデカじゃなんだよな。スクカジャ強えよな。スクカジャさっきボス戦で自分はって思ったけど、スクカジャやっぱ強えわ。オッケーオッケー。ペトラアイストーンの効果自殺。うーん、俺あんまこれ毒髪好き。中ダメポイズンか。そうそう、なんか物理で強いやつ石化か。どうしよっか、やっとくか。うん、自爆は絶対覚えない。自爆は絶対に覚えない。自爆と特攻は俺嫌いなんだよ。うん、絶対に使わないかな。よし、一回戻ろう。というわけでちょっとチャクラとあとなんか買い占めます。